愛が重要 If I got you in my babe All my world Everything Flying right to in my babe ヤッホ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 ー Desperado Why won't you え、なに？待って、めっちゃ怖い。勝手にテレビついた。マジで待って、マジで、ま、え？え、ちょっとマジで怖いんだけど。うわ、無理です、もう無理です、もう怖いです。ちょっと待って、ちょっと、え、なんで？声に反応してつくとかないよな。うちもたまにある。マジで？今のマーク何？しかも、いや、リモコン踏んだ。リモコンだって、まあ、ベッドの横にあって触ってないもん。何があった？勝手にテレビついた。で、テレビの左下の方になんか赤いマークが出て、忘れましょう今のことは。よし、アレクサ、アレクサなんかしてない？なんかよくして、なんだろうね。でもこういうことはなんかね、一旦無視でやめとけ。高校はやめとけ。そんな忘れましょう。そう、イメージのパワーで近くね、テレビついたのかもしれないね。いや、録画予約なんていうものは、あの電源噛んだつけなくてもできる。喉痛いときはもう喋らない、歌わない、蜂蜜舐めとく。ソル君留年した大学5年生、お、仲間だ、やば。俺今6年生だよ、次7年生になる。まぶやまぶやし、あ、なんでまぶやまぶやわかるの？ずっと沖縄の人さ、なんか沖縄ではさ、びっくりしたら、まぶやまぶや浮いてくるよ、まぶやまぶや浮いてくるよって言うわけ。浮いてきみそおりよっても言う。まぶやまぶや浮いてきみそおりよ、まぶやまぶや浮いてきみそおりよって。え、それ大学生なの？うん、そうだよ。それ大学生なの？やっほー、ゆうし、やっほー、やっほー。一緒に頑張ってこうね、頑張ってこうね。いや、9月に卒業できそう。さすがに卒業する。あのスタッフさんも今焦ってる、ソルを早く大学卒業させないとって。だからこの前マネージャーさんと学校の、あの俺のこと面倒見てくれてる先生と3人でリモートで三者面談した。高校留年会議、高校留年するのやばいな。医学部より長いよ。医学部って何年までなんだろう。そう、スタッフさんに心配させてる、やばい。ちくしょう、俺のせいでお仕事を増やさせて、増やしてしまっていますね。ソル君聞いて、今日名古屋公園の場所の下見、下見行ってきたんだ。
ソルくんだよ。ソルくんだお。世界史覚えられないです。覚えなくていいです。学生預金マジありがたい。カッコから学生楽しんでる。もうそれよりもエンジン楽しんでる。あさってここ、あさっては20、3月1日か。あ、福岡公園行くよ。来てくれてありがとう。来てくれるの？逆に来てくれてありがとう。ソルくんまだ眠くない？眠たい。めっちゃ。ソルくん明日採血。やだ、泣くな。泣くんじゃないよ、採血ぐらいで。そんな。大丈夫、痛くないよ。東京と神奈川行くよ。を楽しませるように頑張ります。頑張ります。頑張ります。めっちゃ眠いのに、それくんのせいで寝れないじゃん。俺のせいじゃないよ。眠りたかったら眠ろう。今日ぶっ通し6時間バイト頑張ってもいい。うちのあが危ない。デジちゃう、やばい。沖縄の竜神マブヤっていうヒーローの歌。竜神マブヤ、正義のヒーローマブヤ。私は免許取らなきゃだな。眠たい。明日はちょっと、早起きです。ので、アストロ知ってますか？でも、ウヌしか知らない。なんかヒューガがめっちゃ好きで、それで知ってる。ねえ、こはれ。香港から応援してます。いい、香港から。ありがとうございます。香港行きたいな。あ、リルビーン、ヤッホー。あ、りょうも見てくれてる。ヤッホー、ヤッホー、りょうちょーん。ねえ、後腫れした。死んじゃう。ねえ、死んじゃうね。俺も死んじゃう。早起きなのに、この時間まで起きてて、明日起きれるの？それはもう、気合だよね。気合以外何でもない。もう、気合、ただ気合。気合としか言えないよね。気合だよ、もう。気合なの、気合。気合気合もん。ほんと気合気合なんだから、アストロ好きなの。好き。嘘。全然あまり聞いたことない。やばい。なんかおすすめある？アストロさんの。アストロはユンサナが好き。調べてみて。ユンサナさん。レッツサファリ。ユンサナ。レッツサファリ。おー、かっこいい。かっこいいね、ユンサナさん。
身長185もあんの。しかも年齢21歳って若っ。すげえ。トレジャー、あ、トレジャーね。すごい。アストロはマジでみんな芸人。ブルーフレーム、フレーム。コーベック、トレジャー、ヨシノリ。ムンビン。じゃあ、ムンビン。ソル君、口内炎痛いんだけど。ごめん、俺のせいだね。ちょっと俺が。俺がちょ、いや、ちったな。ごめん、ごめん、ごめん。全部俺のせいだ。ああ、ムンビンさんもかっこいいな。あ、ムンビンさん同い年じゃん、俺と。180に、みんな180超えてんのか。でか。タイガや。私はオーブの本田康介くんが好きです。ね。ヤスパンかっこいいよね。ソルくんの好きな競馬知りたい。ビッグバン。ビッグバンかなぁ。パ。カムバめちゃくちゃ楽しみ、ほんとに。テヨンの新曲聞いたかな。聞いてない。聞いてないわ。ソル君も心がでっけえだね。どういうことじゃ。スミヤザとソルさんしか興味ないしね。いえ。いいこと言うやん。ヒューヒュー。ミヤザとソルって知ってる？え。ちょっと宮里とソルどんな人なの、ちょっと説明してほしいな。ねえみんな、宮里とソルくんについて教えてほしいな。ちょっと俺ちょっとごめんね、ほんと勉強不足でさ、宮里とソルくんのこと全然わからないわけだから、ちょっとあの宮里とソルくんのことをあれしてほしい。もう勉強しようソルくん大好き。はい、ソルくんのいいところ、宮里さんがガチイケメン、太陽ええこと言わん、ヒューヒュー、違う違う、エンジンってグループにいて神で神で神で神、宮里ソルくんは最高のスターだね。お、顔が綺麗、 A 型。お、嘘、 A 型。宮里ソルさん、オールラウンダー。宮里ソルくん、私の大好きな人で、タマレボから私も知ったんだけど、ソルくん、その、黒髪ストレートで可愛い人です。ああ、そうなんだ。黒髪ストレートで可愛い人なんだ。女の子かな、そしたら。可愛いってことは女の子なのかな。はじめようよ、はじめましてという人。ちょっとわかんない。歌、ああ、歌声が素敵なんだね。かっこよくて可愛いエンジンのメンバー。あ、かっこよくて可愛い。可愛いってことはやっぱり、あのあれか、ガールズクラッシュ系の、あのそういう系のメンバーってことなのかな、多分そういうことかな。宮里とソルくん面白くてイケメンでも、面白くてイケメンってことは男なのかな、難しいな。めちゃくちゃ美人も歌声も良くてゴッドな存在、 GOD の存在、太陽みたいな。うわすごいな、すごいすごい。そ、宮里ソルはイエベかな。あ、そのね、イエベブルベってあるさ、これさ、俺最近やってもらったの、あのなんだっけなんだっけ、そのパーソナルカラー、そしたらね、ブルベの冬だったの。そう、俺もなんかね、イエベなのかなとか思ったらブルベだった。ブルベ冬って言われた。
ちなみにさ、イエベブ、ブルベ以外にもさ、もう一つあってさ、グリベってあるの知ってる？なんかね、もう100イエベ、100ブルベみたいな人はやっぱりいないらしくて、どうしてもグリベ、なんかその中間のグリベっていうのがあるらしいよ。男の人にも家あるよ、人間だもん。私もブルベフユ、ブルベフユ一緒、ブルベフユ一緒だ。ソル君めっちゃ、ね、家べ、俺も家べ、なんかイエロー、でもね、もう印象だよね、もう。なんか青よりも、なんか寒い色よりもあったかい色の方が、なんか、俺って感じは多分するから。完全にあれだけど、多分、目の色、血管の色、肌の色、髪の毛の色とか見たらブルベなんだよね。どうやってわかるの？あ、今言っちゃった。そう。ソルはスケベじゃないの？あ、よくわかってる。あの携帯の裏にスケベって貼ってるわ。私グリベって言われた。やっぱグリベの人もいるよね。お金かかった、死んだ。うん、友達にやってもらった。私言えば秋。え、沖縄地震起きたんだけど、え、そう、大丈夫？もう備えてすぐ、これは。もう。あが、あ、いって。それ熱い男だもんね。セイヨーネームの冬のコンセプトに合わせた伏線回収。伏線、これは伏線回収というのでしょうか。セイヨーネームのコンセプトの伏線回収。ね、地震来た沖縄、沖縄。え、そ、大きかったのかな、ソルベ。ソルベ、アイスやん。そうね、ソルベスタね。沖縄の人ほんと気をつけて。私何べかわからない。何べの何べ？ソルベのセリベ？何言ってんだってな。すみません。ごめんなさい。ソルベースなら、なの、もろそれで好き。どういうこと？少し揺れてたくらいで、あ、少し揺れたんだ。うわ、なんか今、質問のところ開いたら、好きーって。好きーってだけ、もう質問じゃない、好きーって。すごい。愛がでけえ。ソル君かわちいね。急に。何ですか？びっくりするじゃないですか。ブルベ冬の宮里ソルさん、日本統一。映画作っちゃう？日本統一っていう映画。ソルベについてはどう思いますか？ソルベについてはですね、本当に誠に遺憾に思います。って言いたかっただけ。あの、遺憾に思いますっていうのを言いたかっただけ。お気にな化粧品、なんだろう。お気にな化粧品か。ラッシュ。あなたは宮里ソルさんですか？はい、私は宮里ソルさんです。ヤッホーピグ。ヤッホーヤッホー。誠に遺憾だと思います。宮里主相でございます。誠に遺憾だと思います。遺憾の意をあらわにしております。なんすかそれ。それはありえないと思いますね。
メイドって言ったら、秋葉のアイドルみたいなものですからね。そら、ちょっとね、世間は許してくれりゃせえよ。鶴くんが首相になったら世界平和間違いなし。いや、俺が本当に総理大臣になったら、まずすることは、何しようかな。みんなで鬼ごっこする。日本全国使って。許してくれやせんよ。なんで一番いいか覚えてんだよ。覚えるでよ。覚えるでよ。すごいどうでもいいんだけど、外で猫がめっちゃ泣いてて、それくんの話が入ってこない。ああ、何してんの、喧嘩してんのかな。仲良くしたいって言っといて。誰が鬼になる？まずは俺が鬼になろうかな。で、タッチした人がどんどん。どんどんね。いかん、あかん、やかん、おかん、ちゃたん。イエッサー。イエッサー。それでは無公表になりますか？ちょっと何言ってるかわかんないな。あんた一年のマジで本当やんね。友達に鶴房くんに似てるって言われました。ソル君結婚してくれますか？しません。次の歌より行きましょう。まずシオンに似てるから結婚するって。俺、シオンと結婚したいと思ってるの。男です、私。初めて知りました。男なんですよ、実は。実は男なんですよね。ソルテン歌ってください。ソルテン。てるてってっていきません。はじめまして。私、ソルテンって言います。名前呼んでください。ソルテン。ソルディアンス。ソルディアンス。俺はソルディアンスよ。でへへへ。ドヘヘヘヘヘ。面白いディアンス。元気ですん。元気ですんよ。ピグも元気ですんか？宮里ソル君は元気ですんよ。愛も変わらず元気ですん。ソルが元気じゃない日なんてないですん。って言ってるピグは多分もう見てないですん。そうでやんす。いやんすいやんす。ソルくんいつ寝るの？ソルくんは、あと、どうしようかな。いつ寝てほしいとか、あるのかな。あ、じゃあ、ソルくんは、あとじゃあ5分後に寝る。よし。いやー、眠ちいね。眠ちい眠ちい。それくんアーカイブ残してください。いいよ、残す。いいよ。ねえ、ソル君オールしちゃう、オールしない。明日ちょっと早いので、ちょっとなんかね、久しぶりにやろうと思ってやってるだけですし。明日も早いもんね。そう、私たち明日オールするから一緒にしよう。明日ない。あ、でも明日か。明日いいよ。
明日一緒にオールしよう。そしたら、じゃあ、恵比寿に、どうしようか、22時集合で、恵比寿のあのバーに22時集合で、朝まで、一緒にオールしよう。わあ、久しぶりにインライ来れた。ヤッホー、久しぶり。ゲリラライブ待っとるぞい。これでゲリラライブやぞい。無理したあかんで。ほんまやな。あくびした？かわいい。なんでもかわいい。恵比寿22時集合。本当に来たらどうする？行かないかな。正直恵比寿のバー集合って自分で言っといたんですけれども、言ったんですけれどもね、行かないという。あ、でも全然恵比寿にね、みんなで行ってくれたら、ね、みんな友達になってそのまま飲みに行ってね、ここにいる100人弱の方たちで行ってもらえれば、ソル君もね、とても嬉しいなと、嬉しいなと、非常に心の底から嬉しいなと思っておりますけれども、思っておりますけどもね。はーい。で、ソル君はそうそう、眠りたいなと。眠りたいなと思っておりますけど、どうでしょう、皆さん。皆さん、そろそろソル君寝てもいいのかなと。寝てもいいのかなと思っておりますけれどもね。どうですか、皆さん。どうですか？はい。友達100人できるかな？できるかできないか。そんなのどうでもいいんですよ。作るんだ、作るんだ、作るんだ。その勢いで行かなきゃいけないんだ。100人の友達を一気に作ってこんにちは。なんだかなんだか嬉しいや。寝ちゃいます？寝ちゃいましょうかね。寝ちゃいましょうかね。ねえ、本当にすいません。寝ちゃいたいなーって思ってるんですけれども。思ってるんですけどもね。そんなにテンション高くて寝れる？今はね、インスタライブテンションだから、全然寝れる。今こんなにさ、喋ってるけど、インスタライブ終わった瞬間も、ね、無言、一気に無言になって、もう黙って目つぶって寝るから。今はこうやってさ、100人で食べたいな、ヒヒヒとか言ってるけど、もう終わった瞬間、インスタライブ終わった瞬間に、もう、はい、プチ。電源オフ。はい。寝ます。はい。それまではこのテンションでいきます。眠くないです。寝方を教えてください。目つぶって眠たくなるのを待つ。はい。よし。ということでね、ソル君も目が乾燥してくるぐらい眠たいです。なので、そろそろやばい。みんなももう遅い時間だから、いい夢見てくださいね。みんなのことを愛しています。それでは、おやすみなさい。愛してるよ。またね。